ボルシちゃんが欲しい。石溶けそうで怖いよ。いつもと違うよ。ワクワクっしー。門はくぐるもんじゃねえ。飛び越えんだよ。ボルシちゃんだ。ボルシちゃんから目を離さないでよね。1秒後にどうなっちゃうか私もわかんないんだから。決めたぜ、弟と妹のフランス土産。ゴルス様の直筆、ロンシャン公社の掛け軸だい。なあ、100年後暇？空いてたら宇宙行こうぜ。ああ、覚悟決まっちまった。思い出作りじゃ終われねえよな。カフェに守護霊バトル仕掛けたら眩しすぎて反則負けちまった。ヤスリ掛けしなきゃよかったぜ。おめえもそこそこノリが良くなってきたじゃねえか。3日目の佃煮フレーの仕上がりだな。目を閉じると聞こえてくるぜ。私のエレキとダチのフォークでパリを沸かせた青春の日々。背中のリボン発注したサイズの100分の1じゃねえか。あんたの仕業だろ。グッジョブ。冷たいソルベでもいただきませんこと。じゃあ北極点集合な。ぼーっとしてんな。世界のてっぺんは甘くねえぞ。むしろ塩辛いしご飯がよく進む。私決めたの。凱旋門賞取ったらシリウスの額にセーヌ川って